はい。どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、まあ、これね、日韓現代デジタルさんなんですけど、はい。えー、まあ、今、本当に、めちゃくちゃ不景気になっている。はい。不景気じゃない人たちもいるんですけどね。はい。まあ、一般の人たちは不景気になってますよね、っていう記事が出てました。でもって、ダーのキッシーさんが言っているような、経済の対策もね、 えー、ほぼほぼ効果がないだろうっていうのが一般の人たちの見方だそうです。はい。私もそう思いますね。はい。ここに一例が載ってたんですけど、とある都内のレストランです。はい。えー、東京都なんで、まあ、地方よりはね、だいぶ景気がいいんですよ。っていうか、あ地方よりはあいわゆる給料が高いんですよ。 東京都は。はい。その東京都のとあるレストラン。3ヶ月前に比べて、収入が7割しかないそうです。3割減です。すごい数字ですよ、これ。30%収入が減っていると。えー、人件費とか、 あとね、なんていうのかな、いわゆる光熱費ですね、上がってますから、収入が7割減ですよ。はい。えー、これ、あのー、もうけがじゃないんで、これからね、いろいろ経費し引いていくとね、えー、多分とんでもない数字になるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと、あれですけどね、えー、半分ぐらい減ってるんじゃないかなと思います。まあ、あいろいろとね。 えー、その、経費とかの費用をね、引くと、収入が、あのー、3割減です。3割減。7割しかないんですよ。これ東京ですよ。日本でも比較的、いい景気の良い場所でございます。日本でも比較的景気の良い場所で、えー、この低たらくでございます。わかりますよね。 ととんんでででももなないことにっってて、るんですよ。でもってまあ、各コンビニですね。コンビニなんかも収入が非常に減ってるみたいですね。どういうことかというと、人がついで買いをしなくなったって言ってます。はい、えー、まあね、サラリーマンなんか、あのね、えー、タバコを買うついでにね、はい、タバコを買うついでにちょっと缶コーヒーも一本っていうことで、えー、買うんですけど、そういったついで買いがなくなったと。 タバコだったらタバコしか買わない。コーヒーだったらコーヒーしか買わない。はい。これ来てますよ。いろんなところに来ると思いますよ、これ。えー、なんといってもこれね、あの、地方、景気が本当に悪くなってる地方の話じゃないんで、はい。東京都内ですね。 えー、で、こういった状況が見られるということなんですよ。まあ、東京都はね、まあ、時給も高いですしね、まあ、給料もいいです。他の地方に比べれば、本当に、えー、それ地方に私住んでるんでね、今ね、えー、これ本当にわかるんですけど、それにもかかわらずですよ。 それにもかかわらずこういう現象が起きていると。もうこれ時間の問題ですね。はい。ええー、もうどん底になりますよ、これ、景気が。まあね、ええー、多分ね、その、何回も言うようであれなんですけど、えー、閉鎖あるでしょうし、ホルムズ海峡のね。ええー、もう、経済回すどころの話じゃなくなってくると思いますよ。はい。 えー、まあ、これね。えー、アウトセーフに対処しろって言っても、多分無理でしょう。はい。全部自分で、えー、何とかして考えて、えー、今からいろいろ準備していく他はありません。はい。そういうことでございますね。えー、もう自分でもう何とかするしかない。 そういう時代が、あもう、訪れているということですね。はい。えー、まあ、昨日ね、えー、ちょっと、ここみちゃんですごいこと言ってましたけどね。えー、びっくりしました。えー、生活保護の人のお値段がね、えー、すごいですよね。一般的な、まあ、給料を取ってるサラリーマンよりもいいみたいなね。まあ、でもね、生活保護はちょっとね、はい。えー、そう思いますよ。 嫌ですからね。政府のお金で生活するなんてね。はい。えー、まあ、人っていうのはね、えーあ、ある意味自尊心ですね。自尊心。これをなくしてしまっては、ダメです。人間としてね。自尊心です。はい。多分、生活保護っていうの自尊心がなくなりますからね。えー、なんでね、ちょっとね、えー、これはね、 えまあ本当にね、えー、病気でね働けなくなってね、もうどうしようもないっていうときには、利用したらいいと思いますけどね、えー、まあ、普通の人が利用するものではないですね、私思います。はい、えー、まあね、えー、東京に、東京じゃないですけど、まあ、住んでた頃にね、関東に住んでた頃にに、えー、そういうお知り合いの方もいましたが、大変そうでしたよ、いろいろ。はい えー、まあそういうことでね。え、なんともな,なお話になってきますね、本当に。はい。外ではまたピーポーパーポー言ってますし。はい。で、パナタンは暴れてます。<laughs> はい。まあそういうことでね。えー、<laughs> パナタンすごいですね。駆け回ってますね。はい。 えー、ということで、はい。えー、パナタンは忙しいですね。はい、えー。まあ、そういうことでね、皆さん、あのー、本当に準備してまいりましょうね。はい。えー、もうね、あのー、なんていうのかな。ああ、これ、どうこうしようって言っても、自分でね、どうこうするしかないですからね。はい。えー、まあ、不景気な世の中、不景気な世の中なりにね、 えー、いろいろと準備していくということです。はい。えー、あまりにもね、パナさんがね、えー、暴れもあるんでね、起きちゃいましたね、ミキさん。はい。まあ、そういうことでございますね。えー、でもって、サービス業。はい。サービス業、これ今後ね、えー、まあ、飲食店とか、まあ、あらゆるサービス業ですね。えー、大変になっていくと思うんで、はい。 え、サービス業をやってらっしゃる方はね、え、いろいろと考えた方がいいかもしれませんね。はい。えー、まあそんなこんなでございます。はい。パナさん来ました。暴れてたパナさんがね。はい。まあそういうことでございます。はい。えー、ご機嫌斜めなようで尻尾バンバンしてますね。はい。それでは皆さんまたご機嫌よう。沖縄おばばでした。こちらの記事貼っておきますのでよろしくお願いいたします。